なぜ鬼だ。まあ今日はですね、そうです、それについて話しています。軍隊についてちょっと話してみる時間を持ってみるようにします。はい、なんか韓国の軍隊について話してくださいとか教えてくださいと、いろんなコメントが、いろんなコメントというかコメントがあったんですけど、長すぎてそれを僕ができなかったんです。だって軍隊、韓国の軍隊を、説明するためには、あれですね、一回も学校ということを行ってみてない人に、小学校1年生から大学院まで全部説明なきゃあかんな、そんな難しいことがあるので、それは知ってなかったんですけど、今日をちょっとこの手紙が切ったので、韓国では軍隊が終わっても予備軍ということを連1回行きますけど、それを僕が5月に行かなきゃあかんな状況になって、なんか嫌なと思いながら、また動画を撮ってみるようになりました。はい、なんかですね、軍隊はなんで終わらないですか。僕はですね、ちゃんと21ヶ月、1年、21ヶ月、つまり1年9ヶ月を軍隊で一生懸命働いて、もう卒業っていうか、もう終わったんですけど、また行かなきゃあかんですね。めんどくさい。はい。じゃあ、もう。で、韓国軍隊について、どこからどこまで話せばいいかちょっとわからないので、全部話するんやったら、多分皆さん今日何時にこの動画見てるか知らないんですけど、明日のこの時間まで僕がずっと話、この速さで話しても終わらないので、ちょっと単純なことだけちょっと話してみるようにします。はい。一応、韓国の軍隊には、3つの種類、大きく見て3つの種類でいけます。1つは、僕みたいに普通に、こんな、兵士と、もう1つは、将校なんか、上でなんか命令する人で、もう一つはその真ん中です。で、僕みたいにこの平時で行った人は一番下っ端の人で、その人たちは1年9ヶ月が終わったらもう終わりです。この上で命令する人とその間の2つのレベルはちょっと、仕事でする人なんで、給料もちゃんともらえながらできます。一応僕の時は給料が、1ヶ月高くて1万ぐらい円。一生懸命軍隊で仕事をしました。はい。今はなんか給料がもっと上がって2万ぐらいだと思いますけど。まあ、そんな給料を持ちながら済みました。で、今日話することは、この僕が行ってきた、この、一番下パの兵士の話を、ちょっとだけ軽くやってみようかなと思っています。一応ですね、4つのレベルがあります。これから始まって、これやって、その次これで、その次これで、次が終わりです。だからここを見たら、あたたたたたたーん。はい、こう、あることです。で、普通、軍隊終わったらみんなこれで終わって、このマークあるんじゃないですか。この帽子にもありますけど、このマークが、その軍隊を終わった人、予備軍のマークです。予備軍のマーク。なので、これが、ある人は、連1回は、行かなきゃダメですね。で、その予備軍が6年で終わって、その次はなんか、ビンバウイということに変わってなりますけど、僕もよく知らないです。だってそれは、めちゃくちゃ遠い未来やから、まだ知りません。で、そんな感じで、1年9ヶ月、21ヶ月を終わせたら、その次の年度から予備軍訓練を行かなきゃあかんですね。でも大学生は大学生予備軍訓練があってそこを行きますけど、僕は日本留学生やからそんなこと言ったことがないから説明はできないんです。で、普通にこんな予備軍になって予備軍行ったら、2泊3日での訓練が、こんな柔らかい男たちを待っていますね。で、で、それも言ったら、まあ、いろんな訓練をしますね。もう射撃もするし、もういろんなことをしますけど、でも、面白いのは、本当に軍隊におった時と全然雰囲気がちゃうので、はい。はい。そうですよ。まあ、面白いところなんですけど、めんどくさいですね。
まあそういうことがあって僕は、5月にちょっと予備軍をいてくるようにします。うってかけしろ。はい。で、この動画を見ている韓国人の男の方が何人いらっしゃるか知らないんですけど、その人たちにちょっとだけ韓国語で僕の軍隊の出身を話す時間を持ってみるようにします。네안녕하세요저는익산에있는부사관학교에서이기자가아닙니다부사관학교입니다부사관학교에서탄약병을했었습니다본부근무대에서탄약병을했었는데아마그이채널보고계신분들중에서몇분이나그부산학교의존재를아신지는모르겠지만혹시나부산학교에계셨던분들이있으시다면은댓글이나뭐든남겨주세요병장만기전역을했지만허리는조금부가져서나온네그런예비군병장김영우입니다안녕하세요하이자今日はここまでです네ありがとうございます네僕は行ってくるようにしますとりあえず行ってくるようにします。じゃあ、皆さん、今日は本当にここまでです。皆さん、今日も見てくれてありがとうございます。皆さん、アンニョン。